はいどうもソタタタ。最近ね、僕に送られてくるキャラクターがもうね、すごくオリジナルキャラが増えてきてて、僕としてもね、すごく嬉しいんですけども、ただね、中には少し謎のオリジナルを加えてくる人がいて、ちょっと怖いですね。さあまずこちらのイラストですね。風が強く吹いているというアニメの王子ですね。はい、このアニメね、本当にすごく感動するので、ぜひね、皆さんも見てみてください。ありがとうございます。さあそしてこちらですね。これね、逆に知らない人いるのかわからないんですけども、有名実況者のキヨさんですね。いや、かっこいい。はい、もう背景もね、とてもかっこいいんですけども、もうすでにコメントに困ってますね。さあそしてこちらね、ドルフロのネゲブというキャラクターらしいんですけども、僕初めて見ましたね。はい、ありがとうございます。はい、そしてこちらですね。もうね、これを楽しみに僕の動画を見に来てくれてる人もいるんじゃないですかね。近距離ランちゃんですね。いや、書いてくれる方いつもありがとうございます。まあこれでね、バンドリの近距離メンバー5人揃ったんですけども、ただね、先生この前こんな感じで、3人揃えたものを動画で出したんだけども、この時にね、この3人に信号機というあだ名をつけた者がいる。つけてしまった者はね、先生怒らないから正直に言いなさい。さあそしてこちら、スプラトゥーンのイカちゃんとポケモンのウリムですね。いや、飲まれすぎじゃない？いや、そもそもなんでこの組み合わせ。さあ来ました皆さんね、僕の動画初、サイカノの加藤めぐみちゃんですね。いやもうね、あまりにもイラストが素晴らしすぎて、僕この加藤めぐみっていう名前を金色にしたかったです。まあイラストがね、白黒なので、僕も今回はね、白黒に収めましたけども。さあそしてこちらなしですね、どうも。さあそしてこちらね、ニアオートマタの 2B でございます。いや、めちゃくちゃかっこいい。ポスター欲しくなった。さあそしてこちらもね、とても美しいイラスト描いてくれましたけども、こちらフェイトのジャンヌダルクですね。いやね、とても可愛いんですけども、ただね、最近巨乳キャラ多くない？さあそしてこちらピカチュウなんですけども、頭いっちゃってますね。さあそしてこちらジャイアンですね。いや、モザイク下手か。さあそしてこちらテンスランのリムルなんですけども、うん、かっこいい、可愛い。下からのアングルは最高ですね。ありがとうございます。さあそしてこちらのイラストなんですけども、皆さんこれ何だと思います？これね、神々しいカバだそうです。いやまあね、確かにカバって言われるとあーってなるけど、これ別に神々しい豆でも大丈夫な気がする。はい、そしてこちらなんですけども、まあね、全てにおいてわからないんですけども、一番わからないのはここですよね。はい、そしてこちらね、僕を描いてくれたんですけども、なんでこんなイケメンとブサイクを足して2で割ったような顔にするの？はい、そしてこちらね、我々なのショッピくんですね。僕この前までね、ショッピくんのことを知らなくて、ショッピくんって言ったらですね、みんなにめちゃくちゃバカにされました。はい、そういうことですね。ショッピくんで合ってます。さあそしてこちらフェアリーテイルの夏ですね。ほえ？うまくない？さあ皆さん、こちらなんですけども、これオリジナルキャラだそうです。めちゃくちゃかっこよくてびっくりした。いや、もう早く漫画化しないかな。さあ、そしてラストはこちらですね。何？